物や現象はある方向から見れば幸せや成功に見え、また違う方向から見れば不幸であり失敗になります。見方が変われば全く違ったものに映るのです。ですから、すべてのことをそのように分けることに意味はないと言えます。日本人の良さの一つは、勝ち負け、良し悪し、正義不正義などをはっきりさせないところにあるのかもしれません。正しいか正しくないかを問いかけるより、ただ笑顔で穏やかに折り合い分かり合って生きていくことを宇宙は望んでいるようです。日本を作った宇宙の意志は、日本の建国の礎になった精神的支柱である和の心をとても大切にしていると思います。それで和の文字を取って日本を大和と名付けたようです。日本に生まれた私たちは選ばれた人間ではなく、戦わないこと、争わないこと、そして笑顔で和の心を持って生きることを実践するために生まれてきた存在らしいのです。